こんにちは、タイガーサクラです。そして宮本です。小川です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしければチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ということで、今日は小川さん、はい、ちょっと私のボックスまた見ていただこうかなっていう。いや嬉しい、大人気企画です。小川さんと共にもっとあるから。そうですよ、半年ぶりぐらい。やりますから一緒に。そうですね、半年ぶりぐらいなんで。じゃあ一応半年周期やってきますんでね、はい、よろしくお願いします。大体もう撮ってもいいんじゃないかっていう、はい、頃合いですね。はい、はい、おー、はい、ガチャ券運極からですね。ちょっとはい、ラック順に、うん、ガチャ券を並べてみました。はい、こんな感じですね。最近アトスが運極になりました。アトスいいじゃないですか。いいかな。いいと思いますよ。いいかな。ちょっとね、まだ爆絶的性もあって、うん、いい時あるかもしれない。友情もね、そこそこ強いし、アトスが鳴って、まあ、リボンとかもね。リボンいいですね。うん、カムイ楽しみですね。カムイがめっちゃ楽しみっす、うん、カムイは、まあ、前のボックス紹介とかでも言ったと思うんですけど、うんうん、この通りストックがいっぱいあるんで、もうカムイストックがやり方なんですよ。やり方っすね。そうという楽しみっす、はい、カムイもうすぐだからね、きっと、うん、自信が甲斐が。そうっすよね、うん、もしかしたらフラッパとかね、うんうんうん、あとなんかフラッパ前とかね。でもルシファーも結構熱いっすね。ルシファーはね、結構もう厳しいかなっていう。まあジェネレーションしましたね。ジェネレーションだから。まあ重心が下位のタイミングで多分ピックアップあるとは思うんで。そっか。ピックアップジェネレーション。あと2体。あと2体ですね。うん。お楽しみ。楽しみっす。でまあこんな感じですね。こうで大体くっつけたりしてます。うん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 。3体は残してんのかな、俺は。和田さんみたいに4体は、うん、まあよっぽど、もうこいつはくっつけていいんじゃないかっていうやつはいっぱいくっつけちゃったりもしてますけど、はい、こんな感じで。ありがとうございます。まあ特段に、まあ、半年だからそこまで変わってないって感じか。変わってないっすよ。アトスぐらいかな、劇的に変わったのは。でもリボンとか運極だったから今回は控えで使えるじゃないですか。ああそうなんですね。俺まだ使う。塩虎さんに使える。あほほほほ。塩虎さんの上手くて楽しみ。塩虎顔怖いんだよな。顔怖いよ、ね。塩虎。塩虎。まあ塩虎、まあ円子っていうっぽいですけど。僕はなんか塩虎の方にしっくりきてる。塩虎って呼んでるんです。天草ね。そう、天草となんだっけ、塩虎。可愛い感じに。機械の動画もね、最近、はい、公開したんで。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ、特段に、こうパーッと見て思い出のある人は、なんだろう、思い出あるやつ、ナタは特にナタ思い出あるでしょ、絶対。ナタはないです。ないんか、ナタだけに。アマニア3体。アマニアマアニアアニアアマニアアマニアアーニャアアニャロイドロイド3アマニアアーニャアーニャね。コナン君いっぱいいる。アニャ今ね、修行中です。あ、修行中だ、修行中だ。コナンも、はい、こんな感じでジャック・ザ・リッパーは出て嬉しかったです、うんうん、そう、この人も、そうか、ジャック・ザ・リッパー出たんだ。夜強いですね。夜でも結構伸びてるな、うん、50回使ってる。うん、夜で、こうな。シノブさん結構最近使ってるって聞きますけど。あ、そう、シノブ、こっちはシノブ。あ、シノブはね、使ってますよ。お骨みやし紋章あるよ、紋章。そう、シノブ。あ、すごい、めっちゃ使ってる。使ってますね。強いですもんね、こいつ今でも。そう、あ、これも前の動画でも言ったのかな、もう、いやでも機長の代わりに使ってるって感じなんですよね、うん、あ、で、まあ本当は全然機長がいいんですけど、うん、やっぱね、貫通で使いやすいんで。本当にそれ、うん、機長の代わりに友情キャラとして、はい、友情キャラとしてこの方をという感じですね。全然好きです。友情一番強いレベルの、うん、強い闇属性だったら。ポラリスめっちゃ持ってる。最近か、最近だってめっちゃ出たじゃないですか。う、うん、あれ、もう1体増えませんでしょ、そんなんだよ。ジャック・ザ・リッパー狙っていっぱい出ましたね、うん、3体出たのか。2体出たのかな。2体、うん、3体かな。いいな、3体出たんだ。だから乙骨ダブル紋章ですね。そうっすね、気持ちめっちゃ分かるんだよな。ゲージっすね。うんうんうん、ゲージがうざいんで、どっちもゲージ必中つけてるんですよ。なるほどなるほど。そう、4962っすね。こっちも4000、やばすぎでしょ。もうすぐ5000。4000すげえな。そうっすね。
俺も結構使ってる方ですよって言ってたんだけど、小川さんの数聞いた時焦ったもん。ね、ちょっと前はなんか、あ、ミヤボン抜かされたわーって言ってた。そうもう届かない。遥か先に行ってるから。もう5000届くわ。不審なあげげくんだからね。そうだね、強いな。やっぱ強いっすよ。この人弱いっていうのはちょっと違うと思う。違うな、うん、ちょっと違うと思います。はい、強すぎっすよ、うん、なんかこいつメイン軸みたいになってるもん今の光。そうなんですよね。こいつ軸。そうなんですよ。メイン軸なんです。そうなんですよ。こいつ軸にしていいのかっていう話っすよ。そうだよね。柱、こんな一瞬しか出なかったキャラね。あとベネットアルファとか結構好きっすよ。ベネット使ってるの、うん、そうネオの友達、うん、パックとか爆発シリーズね、うん、アビリティ優秀っすよね。好きっす。ああ、あと最近この人が出て嬉しかったって。あ、ブクロヤ、聖徳継承狙いの時の、うん、そうっすね。今回使うとこありますもんね。未開ありますね、うん、裏近畿とかやってたらブクロ使うって言ってた人も多いし、うん、なるほど。まあネオは4体か今。まああとパーッといってあとは、あ、パックね。パック好きっすよ。うん、いいですね。好きなやつは100回は使う、超えがちっすね。まあ、印象的には。俺ね、意外とこいつ好きなんですよ。井上、あ、森姫、なんか、ね、パワードライブがね、うん、パワードライブと見た目、見た目はまあ見た目は大丈夫ですか。可愛いっすね。可愛いっす。まあ、でも絵だから、え、肉体はない。そうですね。あの、リアルに存在はしてないんで、まあそこはちょっと残念ですけど、あまり好きになってもしょうがないかなっていうところですね。でもしょうがないけど、あの絵のお気に入り聞きたいな。女の子キャラでですか。いや、もう全部でいいです。全部で、絵的に、絵的に、小川さんの絵的に好きなやつ。いや、マジでちょっとつまんない返事であれなんですけど、いないっすね。やっぱあの、ドラえもん一強ってことですね。ドラえもん好きっすよ。ドラえもんも好きだったけど、最近新しいの出てないし。確かに。やっぱ新しいドラえもんじゃない。新しいドラえもん。なんでドラえもんやめちゃったんだよ。ドラえもんはまあちょっとね、ちょっと多すぎた。多すぎっていうのもあるし、しつこい。しつこいとは言わないけど、まあ、ドラえもんは可愛いとは思います。ドラえもんね、思い浮かんだら言いますね。こう見てて、あ、見てて、こいついいなってやつだったら、うん、まあパーッと見てて、ゴジョンとかも未だにたまに使いますね。うん、サトルさん、サトルさん、アムリタちょっとだけ、ちょっとだけ使わなくなってきましたね。アムリタはネオから結構減りましたね。ではうん、ちょっとだけ使わなくなってきて、アムリタいないとしんどいとこがなくなってきた。うん、これだな。あとはまあライダーね。ライダー面白いってる。うん、俺まだサマがタイミング的にあんまできなくて、できてなくて。なるほど、サマ、まだ紋章つけっぱですね。サマもね、ライダーね。うん、あとそうなんですよ。うんうんうん、ね、どこでも出てきますね、最近ね。まあ、あとは、パーッと見て、アルセーヌ、アルセーヌは、アルセーヌもちょっと使わなくなってきましたね。オーバー好きでしたよ。アナーキーめっちゃ使うな。アナーキーがそうっすね、こっちの方が使うかも、うん、さっき、最近アナーキー450で強いっすよ、超絶ね。うん、はい、ありがとうございます。え、いや、ほんと、ほんと、これ、はい、盛り出しで、あざす。光で結構使うから、アナーキー、うん、あれ光も強いですね、うん、光もね。そしてまあパーッと見て、まあ持ってるな、結構持ってますよね。持ってるね、冷静に考えて。冷静に考えたら、うん、あ、間違えた、なんで我念していただいたの、これミスです。小川さん、ミカサ好きだったけど、ミカサ好きだったけど、まあさすがに結構使ってるもん、まあでも長らく変わってないですね、もうこれ。そう、最近はね、うん、ライダーの方が使う、ライダーの方が使ってますね。まああとは小川さん使ってる印象のやつも、まあ俺正直胡蝶忍ぶとコツっすね、メインキャラが、うん、私の小川さんつったらその2キャラが思い浮かぶレベルで、うん、僕は今ね、昔ロケだったけどね、
ロッキーね、大好きでしたけど、ロッキーいたね。いたわ。ロッキーどうすか。ロッキーは10回身も、没収されてる。没収昔大好きだったね。めっちゃ好きでしたよ、ロッキー。それなんか言っといた方がいいんじゃないですか。え、誰に言ったんですか。いや、カワケさん。カワケか。カワケか。ゆりちゃんか。あと、パナエさんとか。ああ、ちょっと交流ないんで言わなくていいっす。だけジョイとか。あ、もっと交流ない。もっと交流ない。ああ、こいつどうにかなんないんすかね。なると思いますよ、そろそろ。本当にしょうもないっすよね。しょうもないっすね。はい、え、小田さん好きっすか、大猿。いや、嫌いでしょ。え、これ重心化してないっすもん。してないっすよね。そうですよね。でも重心化は彼のロケを使ってますよ。確かに。確かに。かわいそうな。かわいそう。まああとファーッと見て、はんはんはん、小田さん好きそうなやつ。いや、いっぱいいっぱいいるな、モンスターが。いっぱいゴールが当たってる。セーラームーンもね、ババさん大好き。ババドロさんが、これ送るぞ、これ送るぞって言ったら、来ないっすね。全然来ないですね。ミッキーもね、どうなることやら。ミッキーもう一回来てほしい。来てほしいですよね。ミッキー、ヴィラン・ジョン・マジル欲しい人多そう。あー、そうっすよね。あれ、まさかね、あんな役立つとはね。あれ、降臨っすからね。あ、降臨か。そうそうそう。ヴィラン・ジョン・マンは。やってますよ。なるほど。ヴィランシリーズ。ストリートファイターもね。まあ、久しく来てないけど、もうすぐ6出るから、まあ、ストリートファイター結構ワンチャンあるし。あ、出る、来るんだ。6、あれでもまだっすよね、来年とかじゃない、うん、でも発表されたから、うん、全然ありありえそうっすね。発表あ、終わった終わりまして、じゃあスト5クソ安いらしいっすよ今。噂によると興味ある方はぜひ。チャンス、チャンスです。お願いします。お願いします。中の人みたいな。これこっち降臨っすね。降臨シリーズ。まあ降臨は普通に使う枠ってなんだ。爆絶っすね。あ、爆絶じゃない、やっぱ豪絶っすね。アンフェアダウト。アンフェアが好きです。そして最近なんか2人に話してたんですけど、うん、俺セレナーデって強くないっすかって、俺つい最近2人に言ったんだよな。セレナーデ今さら強い。コピー、うん、やっぱコピー強えなっていう。最近活躍してる、うん、なんか昨日アンフェアみたいな、今年ね、さらにみたいな感じもありますね。だから紋章いってるもん。紋章ついてますね。やっぱ紋章行くのは、私2パターンあって、こいつはあのお骨と同じでゲージ、ゲージうざいから、ゲージうざいっすね。つけるっていう。普段使いするやつは、感じっすね。なんかと言って、あ、伸びた4体。本当だ、すごい伸びた。ドラえもんも大好き。ドラえもんも4体。なんでだろう。ジェイヤン強いっすよ。ジェイヤンね。ジェイヤン強いっすよ。あ、12回使ってる。友情コンバップなんで。あ、そっか。あれ使います。どれですか。守護獣ですか。はい。守護獣のイルネイヤの運枠でめちゃ強いっす。へー。アナスタシアアルファと合わせて。まあいいか。守護獣ね、やんなきゃとは思ってるんですけど。あ、猪木。猪木もありましたね。はい、まあこんな感じかな。何体いるんだろう、後で紹介するみたい。そうっすね。おばさん、あの、はい、あれに似てますよね。誰っすか、俺。あの、パイレーツ・オブ・カリビアンの。あ、ウィル・ターナーじゃん。俺それ、大昔言われました。ウィル・ターナー。ウィル・ターナーは、ちょっと出せないですか。ウィル・ターナー出せますよ。ウィル・ターナーちょっと、やっぱ逆に使ってほしいんですよね。そのままだからさ、進化前も進化後もさ、歌丸で歌丸で俺、ちなみにフリック入力できないんですよ。ああ。恥ずかしいっす。めっちゃお母さんなんだよな。進化前もお母さんだからさ、どっちもお母さんなんだよね。お母さんなんだ。いや、ありがたいっすよね。
ちょっとかっこいいですから。バンダナ、かっこいい。バンダナ買っていきましょう、今度。バンダナね、うん、買いましょうか。バンダナ巻いたら多分トニー・ウィルターバンダナ買ってきますよ、うん、やってくれるな。本当？うん、はい、今手ぬぐいあるよ。やんなきゃ。意外とバンダナ的なもの常に持ってますよ。じゃあいつでもウィルターになれる。そう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 、はい、ウィルターの動画で出てほしい。ウィルターナです。ウィルターナですわ。ノーメイクでいけるからね。ノーメイク。女なら負けない。ローレライ。アリスぶち抜いて。うん。いやすげえ1位になってる。いやあのです、ね、やっぱ今さ、うん、1位にするのってマジですごくない？いや相当使ってない。うん、もうやっぱ ほとんど昔のキャラですからね、うん、これ。やっぱキャラの選択肢かなり増えてきてるんで。うん、今なんか特定のキャラがその何千回っていくっていうのはかなり少なくなってると思うんですけど、いやそうだね、それをもうぶち抜いて1位なの。これはぶち抜きの1位ちょっとおかしいですね。火はははは、まだあの新マナですね。新マナ結構使ってんだな。使ってましたね。はは、そして構えるね、うん、水はあスライム結構増えてますね。本当だ、スライム優秀っすよね。うん、まあネオもでも、なかなかですね。すごいな。うん、こんだけ使ったらね、金入れた意味があるな。旧リボンすごい使ってんじゃん。何で使ったんですかね、記憶もないな。依頼がない、まあ、スピードアップ少なかったですからね、旧リボン。なんでしょう、まあ、最近だと本当この人が一番印象強いですけど、ね、うん、そうですね、うん、それもう1年半ぐらいなんですかね。うん、1年ぐらいかな。1年ちょい、1年か、1年ちょい、4月か、去年の。こんなに強い、こんなに強いからな。あ、光は。刹那が、もう刹那が謎なんですよ。刹那すごいよ。そんな使ってたかな。いや、俺もわかります。気づいたらなんか、2000回以上使ってるから。うん。分局でもないのに。ストライク結構伸びてるじゃん。ストライク。あ、小川さん。まあ、さすがに、もともと分局だったし、うんうん、多分回した、直後ぐらいとかは結構使ってたんですね、うん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 、きっと使わなきゃって強い強いってあの信じ込むようにしてたんですね。まあでも下手の時は結構強かった。うん、最近情報修正がまた若干強くなりましたから、うん、SS が、いやまあ買い替え案件ですよね。中心の買い替え実験台ですか。うん、アリス未だにやっぱホーミング好きな印象だな。うん、最近ちょっとお腰になったけど、うん、ホーミングはもう嫌いっすよ。いやまあちょっと時代じゃないんで、うん、なんかもう爆裂ホーミングでいいと思うんですよ、ホーミング。ああでも誘発で、うん、確かに。あ、それだったら確かにね。 SS で爆裂ホーミングはあったけど、うん、もう全部やっていいよね。うん、調教爆裂ホーミングとかでいい気がします。もうあのホーミングも倒しちゃって、うん、もうなんかね、もうホーミングの上位出すならそれレベルしないと、うん、きついっすよね、時代的に。あ、その他はこうなっておると。やっぱ刹那とかにも、うん、はい、櫛田さん強い。ヒットもうずっと変わんないっすね、最大ダメージも前日、うん、更新しようと思えば。まあね、まあ、これも自然になるもんですからね。うん、あ、こんな感じですね。プレースポスト、マルチ、これ、いまだにちょいちょい言っちゃうけど、大昔、6、7、うん、8年は言ってないか、モンストが8周年だから、うんうん、6、7年前ぐらい、この、うん、ゲストプレイ数の多さで怒られたな。言われてましたね、謎怒り。いや、なんか、すげえ怒られたの。なんで自分で払わないんだだいぶ良くなりましたね。謎怒りですね、うん、だいぶ良くなった。ホストプレイもだいぶ増えて、変な人もいますからしょうがないっす。まあクリアスとか、あ、この辺はね、はいはい、こういう感じですね。そしてボーナス、うん、豪絶コインとちょっと使い道が、まあ、足すぐらいですからね、もう。うん、なんか好きなやつには振ってるんですけど、うんうん、あとはなんかフラパとかで更新来そうですね、ゴーゼスポイントのアップデートが。うん、確かにキャラだけ増えてるもんね。うん、運極ボーナス、運極は653ですね。で、
絶球の終わり具合は、あの昔全然終わってないのとかあったんですけど、うんうん、去年一昨年ぐらいからオーブ回収始めて、ああ、うんうん、だから比較的全体的に終わってますね。ただこの最近のケテル回は最近ですね。この辺とかはまだやれてないな。あれも回シリーズなんだろう。まあ回シリーズなんだよ。やらなきゃという、うん、クエストの実験台だから回は、うん、そうっすね。ギミック実験台、転送狼とか、ね、俺はオーブ回収クエストだと思ってますね。確かに、はい、でクシャンっていうのまだ一回もできてないです、うん、ちょっとタイミング合わなくて、はい、サマーを終わらせたいですね、とりあえず。まあサマーそうですか、うん、終わってないの結構あるんですよね、5節。何が一番苦手ですか。俺意外とこの人とかイグの、あーイグめんどい、エレメントショットね、うん、ちょっと苦手です。大変ですよね。まあでももうなんかこの辺別にそんなに作んなくても、うん、まあ様があったら、うん、あんま重要なやつはちゃんと作ってる、うん、アンフェアっすね、やっぱ一番使うの多分、うん、アンフェアが一番使います。アンフェア、カウシダウトを作っとけば、うん、良さそう、うん、簡単なの多いですしね、うん、カウシディアとかも、はい、カウシも簡単だ。2890日、素晴らしい。こっちで、はい、こんな感じですね。はい、こんな感じですね。ありがとうございます。はい、意外とシャッと済みました。見どころありました。はい、半年後にはお骨が何本になってるか楽しみですね。これ以上増えなかったらちょっとまたそれもそれで悲しいし、6000ぐらいじゃない多分普通に。6000ぐらいで、もう徐々にやっぱこれでもペースは落ちてってるんで、使うペースは、うん、うん、まあ6000ぐらいだと思う。いや案外いい、2万、もっといく、1万いきます。案外、まあ、お骨半年経ってないからね。経ってないですね、お骨は。倍になってもおかしくない。7月ぐらいに1万ぐらいいってる気がします。うん、うん、お骨受診かかりするかもしれないし。はい、強すぎるぞという感じでした。はい、あ、じゃあ私から締めようかな。はい、ということで、我々メンバーシップもやっておりまして、はい、スタンプが使えたり、うん、コメントで専用のスタンプが使えたり、名前の隣にバッジがついたり等が、入ってすぐある特典ですね、うん、その他いろいろありますので概要欄に載せておきますのでチェックしてみてください。お願いします。ありがとうございます。はい、ということで本日はなんか最後に目がおかしくなっちゃった。大丈夫ですか。ちょっと舐めですね。ご視聴ありがとうございました。またよければ見ていただければと思います。ありがとうございます。さよなら。さよなら。さよなら。